こんにちは、大塚です。今回は、宿毛矯正のダメージの、お話3つ目ですね、酸化剤について少しお話ししたいと思います。宿毛矯正、前回還元剤、髪の毛の内部の結合を切るお薬というところでですね、次はくっつける作業が必要です。それによって、酸化剤を使用するわけなんですけれども、その酸化剤によって髪の毛を固定させます。で、還元剤によってダメージしているところを無理にくっつけるわけなんですけれども、その酸化剤っていうのが残留していると、要は酸化によるダメージっていうのが出てくるわけですね。活性酸素であったりとか、そういったものによって髪の毛がパサつきやすくなってしまったりとか、どうしてもこう薬剤が残るっていうのが、そもそも髪の毛が傷む原因なのかなと思います。なので、僕が普段意識しているところ、一番最初に言ったアルカリ、あとは2番目に言った還元剤、あと今回の酸化剤、この3つをですね、できるだけ髪の毛に残留させないっていうのが大事なポイントかなと思います。どうしても宿毛矯正の場合だったらアイロンを使うので、熱によるダメージっていうのは多少仕方ない。どうしてもこうアイロンを使用しないと綺麗に伸びないっていう点で、どうしてもこう仕方のないダメージ、でも残留によるダメージっていうのは、防げるダメージなんじゃないかなと思います。ですので、その辺のケアっていうのはできるだけしっかり、お客様にもお話しするようには、してます。ご自宅でのケアであったりとか、あんまりご自宅ではあんまり考えなくて済むように、提案させていただいてるんですけれども、より込み入った内容ですね、詳しい内容知りたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄とか、インスタの DM で、ご質問いただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。